よし、さあやるか。さあやってまいりました。本日も動画のお時間でございます。どうもこんばんは、みなりです。めちゃんこ開いてしまいましたね。最後に動画を出したのがあのグレーの日に出した7月31日の動画だったので、もう2週間以上開いてしまいましたね。いやー、サボりすぎた。もうなんだかね、いろいろとこうせせこましくてですね、こう気づいたらもう8月も中盤になってしまってね。8月も読んでる読み終わった本あるんですけど、まだ全然動画が出せてないので、このままではまずいということで、今回は7月の月間 MVP の発表の動画を撮っていきます。それでは行きましょう。レッツラー MVP、では7月に、読み終わった本、まずラインナップのご紹介から参りましょう。まず1冊目こちら、はい、蛭田麻子さんのエンディングドレス。2作目、はい、吉村明さん熊嵐。3作目伊集院静香さんの東京クルージング。以上3作品ですね。4冊読めるかと思ったけど読めませんでしたが、7月はこの3冊の中から決めます。でそれでは発表いたしましょう。7月の月間 MVP はこちらバーン伊集院静香さんの東京クルージングに決定いたしました。おめでとうございます。受賞理由としましてはですね、まああのやっぱり伊集院さんのその作品のこうなんだろうな、こう期待してたものが全てこう入っていたっていうのがもう大きいですね。で、この東京クルージングの紹介の、動画でも紹介の動画でも言ってるんですけれども、やっぱりこうね、その男としてのなんだろうな、こう家族への接し方とか、まあ、そういうこう格言的なものですかね、がやっぱりこう自分の中にすごいこう響いたっていうのがあってですね、で何よりもこの読み応えですよね。確か500ページは超えてたと思うんですが、本編がもうその達成感っていうのも手伝いましてですね、7月の月間 MVP はこちらの東京クルージングにさせていただきました。いかがでしたでしょうか。予想した通りの結果でしたでしょうか。私のチャンネルのね、逐一こうチェックしてくれている方が何名いらっしゃるかは存じ上げませんがですね、ようやく7月の、MVP をですね発表できたので、一安心というところですね。ちなみに8月はですね、今のところ2冊読み終わってて、今3冊目を読んでる途中なんですが、その今読んでる3冊目がですね、結構分厚いんですよ。もう買ったのはだいぶ前なんですけれども、ようやく重い腰を上げてですね読んでいる最中でございまして、今ようやくでもまだ120ページぐらいかな、読めたぐらいなんですけど、まだ全然序盤も序盤なんでね、初めて読む作家さんではないんですよ。っていうかもうむしろすごい好きな作家さんの一人なんですが、そちらも、読了したらですね随時こう動画を上げていきたいなと思っておりますので、ぜひともお楽しみにしていただければと思っております。皆さん本当にねめちゃめちゃこう暑いじゃないですか。もう梅雨がやっと明けたと思ったらもうめちゃんこ毎日暑くて、
俺もあのね、通勤自転車で行ってるんですけれども、本当にもう暑くて暑くて、もう汗がだらだら出てですね、もう通勤だけでだいぶ体力使っちゃうぐらいのレベルなので、本当にまあ気をつけてですね、体調管理とか、まあ水分補給とか、塩分補給とかですね、こまめにしていただいて、まあぶっ倒れないように、この夏をですね乗り切っていけたら良いのではないかと思います。本当にお気をつけてお過ごしください。ではまた次回。最後までご覧いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そして素敵なイラストを描いていただいた矢倉ゆずるさんの情報もこちらに明記しておりますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。